皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。ここ数年はコロナ禍の影響で自由に海外に旅行に行くことなどはなかなか叶いませんが、仕事や留学などで海外に住む日本人はとても多いと言われています。外務省の調査によると、海外に住む日本人の数は平成元年から年々増え続けているようです。平成元年には58万人だったのが、令和2年には135万人にも達しており、その数は約30年間で2倍以上にも増えています。ここ数年はコロナ禍もあり微減傾向にありますが、それでも135万人という数字は愛媛県や長崎県の県民の人口とほぼ同じとされており、どれほど多くの日本人が海外に生活の拠点を置いているかがよくわかるでしょう。また同じく外務省の令和元年の統計を見てみると、日本人が多く住む国の第1位はアメリカ、そして中国、オーストラリア、タイ、カナダ、イギリスと続きます。英語圏のアメリカやオーストラリア、そして近隣諸国の中国やタイなどに住む日本人が多いようですね。日本人が多く住む国ランキング6位までは英語圏の国がその多くを占めますが、9位と10位にランクインしているのはドイツとフランス。ヨーロッパに住む日本人の数も決して少なくないようです。そこで今回は日本人も多く住んでいるドイツにフォーカスしていきましょう。英語圏や中国、東南アジアなどと違って言葉も食文化もまるで異なる国、ドイツ。日本人がドイツで生活していく中で気づいたドイツ人の性格やドイツと日本の共通点、さらに相違点をご紹介します。過去にネットで話題になったドイツに住んでいた人のエピソード。まずは以前にネットで話題になったドイツ在住の日本人のエピソードから。彼女は現地のドイツ人との関わりの中でドイツ人の国民性を感じたといいますが、どのような出来事があったのでしょうか。私の家族は転勤族。父の仕事は忙しく、数年おきに国内外問わず様々な地域へ引っ越しをした。国内の転勤ならまだ大したことないのだが、大変だったのは海外への転勤。その中でも一番長く暮らしていたのがドイツだった。引っ越しや飛行機での移動、言葉の違いなど、海外での生活は慣れない部分も多いが、さらに苦労したのがドイツ人の性格。外国人というとフレンドリーで優しいイメージがなんとなくあるかもしれないが、ドイツ人は不愛想な人も結構多くて最初は戸惑った。特に気になったのは私たち家族の家の隣に住むおじいちゃん。おじいちゃんは外国人が嫌いなようで、お前らのことなんて信頼していないぞという目でこっちを見てくる。とはいえ、いろいろな土地に移り住むことに慣れていた私は、まあ遠くアジアの国から来た外国人だから初めから信頼されないのも無理はないかくらいに思っていて、あまり気にしていなかった。そんなある日、家族で買い物に出かけた帰り、自宅に入ろうとした時、そのおじいちゃんがドイツ人の若者と家の前で口論になっている様子を目撃した。当時の私はドイツ語があまりわからなかったので、何を話しているのかさっぱりだったが、ドイツ語がわかる父によると、その若者はおじいちゃんの車が邪魔だったせいで僕の車にぶつかって傷がついたと文句を言っているらしい。というのも、ドイツでは路上駐車が当たり前。日本人の感覚では考えにくいが、ドイツでは自分の家の前に車を路上駐車しておく場合が多く、我が家もおじいちゃんも自宅前の道路に自分の車を止めていた。でも我が家の前の通りは若干道幅が狭く、慣れていないとちょっと通りづらい道ではあった。そのため我が家もおじいちゃんも他の車の迷惑にならないよう、
車の止め方には細心の注意を払っていた。揉めているさなか、おじいちゃんの車に目をやったが、道の端にピタリと寄せるように丁寧に止められていて、とりわけ他の車がぶつかりそうな迷惑な止め方もしていない。どう見ても若者の八つ当たり、というか変な言いがかりをつけてお金を取ろうという魂胆だなと感じた私。5分経っても10分経っても若者の興奮は収まらず、俺の車に傷がついただろ、おじいちゃんの車のここの傷と同じ位置にある、お前が車をきちんと止めていないせいでぶつかったんだ、修理代を払えと叫んでいる。でもおじいちゃんの車は長年乗ってきたオンボロの車、傷も無数についていて、今若者がイチャモンをつけている傷も昔からずっとある傷なんだよね。私はまだ子供でドイツ語もわからなかったから何もできなかったけれど、ドイツ語堪能な父が見かねておじいちゃんたちのところへ向かった。どう見てもおじいちゃんは迷惑にならない止め方をしていますし、交通違反でもありません。それにおじいちゃんの車のこの傷は今できたものではなく昔からあるものです。多分警察で調べてもらったら今できた傷かどうかすぐにわかるでしょう。さあ警察を呼びましょうかと話す父。スマホを片手に警察に電話をかける素振りを見せた父に驚いて、その若者は暴言を吐き捨てて走り去っていった。若者が走り去った後、おじいちゃんは涙を浮かべながら父に感謝の言葉を述べていた。あの不愛想なおじいちゃんから感謝の言葉をもらえるなんて信じられないくらいだった。その出来事以来、おじいちゃんは私たち家族にとても親切に接してくれるようになった。ある日、私が家の前で自転車の空気入れができずに困っていたら、おじいちゃんが自転車の空気入れを持ってやってきて、貸してごらん、やってあげようと自転車の空気を入れてくれたんだ。東日本大震災の翌日には朝からインターホンを何度も鳴らされて、君たちは東北の出身か、君たちの親戚や友達は無事かと心配してくれたり、さらにサッカーワールドカップでなでしこジャパンが優勝した翌日にはおめでとうと書かれたメッセージカードを持ってきてくれることもあった。おじいちゃんは日本に行ったこともないし、日本人の知り合いなんて私たち家族くらいしかいないのに、日本の出来事を一緒に喜んでくれたり心配してくれたりして、こちらも本当に温かい気持ちになったよ。ドイツで暮らしていた時の一番の思い出はあの隣のおじいちゃんだったけれど、それだけじゃない。ドイツ人は最初は警戒心丸出しで不愛想に感じるけれど、ちょっとした出来事がきっかけで打ち解ければ、とても温かくて親切な人が多いと感じたよ。ドイツに住むことができて本当によかった。ドイツを離れて随分経つけど、今でも時々おじいちゃんのことを思い出す。おじいちゃん元気かな。ドイツ人に限らず、初めて会う外国人に対して緊張して構えてしまう人は多いでしょう。しかしちょっとしたことがきっかけで打ち解けて、その外国人の優しさに触れると、その国に対するイメージがぐんとアップするのですね。ドイツ人と日本は似ている。先ほどドイツに住む日本人のエピソードをご紹介しましたが、ドイツには約4万人もの日本人が住んでいると言われており、その数はヨーロッパの中でもトップクラスです。その理由の一つに、ドイツには日系企業がたくさん進出していることが考えられます。特にリトル東京の別名を持つデュッセルドルフ市では約7000人の日本人が生活しており、ヨーロッパ最大の日本人街があることでも知られているほどです。ではなぜドイツには日系企業が多いのでしょうか。それはドイツはヨーロッパの中心に位置していて、地理的に便利である点、インフラが整備されており、教育水準が高い点などが理由とされています。そんな日本とドイツですが、実は両国の経済や社会には共通点が多いというのをご存知でしょうか。
日本とドイツは共通点が多いことについて、ドイツ外務省の支援を受けて現地の情報を世界に発信するドイツの公的組織が投稿した記事が海外のネット上でも話題になっていたので、その内容をご紹介しましょう。共通点その1、国土面積がほぼ同じ。日本の国土面積が37万キロ平方メートルであるのに対し、ドイツの国土面積は35万キロ平方メートルとほぼ同じです。またドイツの人口は8300万人前後と言われているので、その点も日本に近いと言えるでしょう。共通点その2、平均年齢が高い。日本人の平均年齢は 47.7 歳で、これは世界的に見てもモナコに次ぐ第2位の数字です。対してドイツ人の平均年齢は 47.4 歳、これは世界第3位で日本と僅差になっています。共通点その3、経済大国である。日本はアメリカ、中国に次いで世界第3位の経済大国ですが、ドイツはそれに次ぐ第4位。さらに両国とも国力の源が輸出である点も共通しており、テクノロジー先進国として知られています。輸出品目も自動車や機械、電子機器など似ている部分が多いようです。共通点その4、政治や経済の体制が似ている。日本もドイツも共に議会制民主主義であり、さらに自由市場経済によって動いています。さらに現在の政治体制が敷かれたタイミングもほぼ同じで、日本では戦後1947年5月に日本国憲法が施行されましたが、ドイツでは1949年5月に連邦共和国が成立しています。共通点その5、ODA の拠出額が近い。発展途上国に対して経済援助や国民の福祉向上のために資金提供及び技術協力を行う ODA、 政府開発援助、その拠出額は第1位アメリカ、第2位ドイツ、第3位イギリス、そして第4位が日本となっており、日本とドイツは近い順位といえます。ドイツは発展途上国への援助も積極的に行っている国なのですね。海外の反応。このように日本とドイツには様々な共通点があるようです。ではこういった日本とドイツの共通点について世界の人々はどう思っているのでしょうか。海外の反応をいくつか見ていきましょう。私は日本もドイツも両方好き。両国はとても素晴らしいパートナーだと思うわ。第二次世界大戦中も日本はドイツの主要な同盟国だったから、この2つの国は似ているに決まっている。どちらの国も戦争に敗れたものの、国民の強い意志と才能によって本来の魅力を取り戻している。そこも共通点だよね。日本とドイツはどちらも偉大な国家であり、世界のリーダーだと思うよ。人口統計的なところとか、高齢社会の問題とか、日本とドイツはそんなところも似ているなんて驚きだな。日本とドイツはコインの表と裏っていうイメージ。日本とドイツの関係が良好なのは素晴らしいことだ。どちらの国も地下資源に恵まれていないっていう点も共通しているよね。さすがに文化は全然違うけれど。時差が8時間もある日本とドイツ。距離的に遠いため全く異なる国と思われがちですが、国土面積や平均年齢、政治、経済の面で多くの共通点があるようですね。ではそれ以外にも両国には共通点があるのでしょうか。今度は両国の国民性に焦点を当てて、その共通点を探っていきましょう。日本人とドイツ人の似ているところ。時間を守る。
日本人は時間をきっちり守る人が多いことで知られていますが、同じことがドイツにも言えます。ドイツ人も時間を守って行動し、遅刻する人はとても珍しいんだとか。真面目な性格である。先ほどの時間を守ることとも似ていますが、ドイツ人は真面目でお堅い性格というイメージが定着していて、言われたことをきちんと成し遂げることを徹底しているのだそうです。そのため約束もきちんと守るし、時間にも遅れず、行列も乱さずにおとなしく並ぶ。この点も日本人の性格と似ていると言えそうですね。綺麗好き。ドイツ人は他のヨーロッパの国々と比べて綺麗好きな国民性が知られています。ドイツには整理整頓は人生の半分であるということわざもあるくらい、掃除や整頓にはみんな気を使っているようです。日本は世界一清潔な国と言われることもありますが、ドイツはヨーロッパの中でとても清潔感を気にする国であると言えるでしょう。人見知りが多い。冒頭のドイツ人のおじいちゃんのエピソードにもあるように、ドイツ人はシャイで人見知りな性格の人が多いと言われています。しかしおしゃべり好きでもあるので、一度打ち解けるとすごく会話が弾むんだとか。外国人と聞くとオープンな性格で誰とでもすぐに仲良くなるイメージがありますが、ドイツ人は少し違うようですね。他国からの信頼が厚い。アメリカの調査会社が行ったヨーロッパ各国のイメージ調査によると、最も信頼できる国、最も働いている国としてドイツが選ばれています。ドイツは EU 経済に大きく貢献しており、経済的にも安定しているため、他国から高い信頼を得ているのだそうです。同じようなことはアジア圏における日本にも言え、アジア圏で日本の電化製品がよく売れているのはご存知の方も多いでしょう。アジア圏における日本製の信頼感と、ヨーロッパにおけるドイツ製の信頼感には似たようなものがあると言えそうですね。まとめ。今回はドイツに住んでいた日本人のエピソードをはじめ、日本とドイツの様々な共通点をご紹介しました。地理的には遠く離れた両国ですが、経済面や国民性など一つ一つを見ていくと、意外と多くの共通点があるようですね。ですが、もちろん両国の間には共通点ばかりがあるわけではありません。移民政策やコロナ対策など両国の違いがはっきり見て取れる部分もあるでしょう。グローバル化が進む現在、ドイツに限らず様々な国の実情を知り、理解を深めていくことはこれからより重要になっていきそうですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。